こんにちは、ロスジェネ世代の皆様。まあ私もその一人なんですけども、なんかね、相談した時に、いや辛いのはあなただけじゃないんですからとか言ってケムに巻かれたことってないですか？あのロスジェネ世代ですよ、私たちは。ロスジェネ世代ってことは個人的に苦しいんじゃなくて世代が苦しいんですよ、みんなして。だから苦しいのはあなただけじゃない、だから問題なんでしょう。これがね、あの少数派がなんかね、個人的に失敗しちゃって苦しいんですって言ってるなら、これはまあそうなのかもしれませんけども、でも世代丸ごと就職なんで、2人に1人は大学出てもね、就職先なかったんですよ。で、ヨシンバ就職してもあんまりいいところがね、やっぱ世代的になくって、結構苦しい思いをして精神患ってうつ病になったりね、パワハラみたいな被害を受けたりとか、まあそれは受け取り方なんでしょうけども、結局ね、あの成功例とかが何もなくって、で何か保護が受けられたかっていうと受けられなくって、完全にね、あの世の中から見捨てられて、自己責任ね、自分でやれよって言われたわけなんですよ。まあそもそもね、私たちがロスジェネ世代を迎える前は、まあ自己責任で良かったと思うんですよ。自分で頑張った分だけ自分のものになるみたいな考え方はあったんですけども、なんか就職氷河期が起きたのは自己責任じゃないでしょう。言ってみれば前の世代のツケが来ちゃったわけですよ。で、通常ならそこに何らかの下駄を履かして調整するところ、それをしなかったわけでしょ。で、未だにロスジェネ世代だけは放置されていて、なんだったらこのまま税金吸い取って生活保護も受けずにそのまんま、はいさよならよっていう風に持っていこうとしてるわけじゃないですか。なんかね、再チャレンジなんとかっていう政策設けても予算全然降りてこないし、そもそもね、数万人が受けて数百人しか通らないようなのが、何がね、全世代型のなんとかかんとかなんだって話ですよ。ちょっと詳しいこと忘れましたけども。はい、じゃあね、もう苦しいのはあなただけじゃないんだからっていうのは、あの、ごまかしの文句じゃないですよ。大部分の人が苦しいから問題でしょって、これは個人的な失敗とか、あの、一人一人の責任でもね、自己責任でも何でもなくって、明らかにこれだけの大勢の人がロスジェネって言われる風なね、世代をまたいでですよ。だって、1972年生まれのプラスマイナス5歳から10歳ぐらいまでが煽りを受けてるわけじゃないですか。いや、これがね、個人的な責任とかじゃなくって、何らかの政策の失敗なり、それから前の世代のツケなり、バブルのその崩壊の流れ玉なりなわけじゃないですか。うん、だからね、いよいよ私たちもロスジェネ世代50代になるわけですよ、ほとんどが。もう今から何かやれって言ったって厳しいっすよ。ね、厳しい。だって用意ドンって言われた時には、もうこちらとしてはね、そろそろ人生の調整に入ろうかって時ですよ。親は介護が必要だし、で、そもそも、なかなかね、うまいこと結婚や恋愛もできなかったわけなんですよ。そう考えてもらったらね、ちょっと何かあってもいいんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうかね。